ちほにゃんのくまの天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は京都の心象風景を撮るということで、第一人者の写真家水野克彦さんをご紹介したいと思います。水野さんに出演していただけるのは光栄です。京都に住んでいた頃、水野さんの写真集ですごく感激しました。水野さんの写真には物語があるように感じられました。フランス公演とエジンバラ公演の時に水野さんの写真をお借りしてスライドショーにして演奏をさせていただきました。水野克彦さんは1941年京都の西陣生まれです。子供の頃にお父様に買っていただいた簡単なカメラで写真にはまったそうです。京都の神社仏閣で遊びながら撮影もされていたということです。とにかく勉強するよりも自然の中にいるのが大好きでした。家は西陣の織物の設計をされているお家でした。自分の写真の中に華やかさがあるとしたら、自分の家に織物の図案がたくさんあったこと、その中からたくさんのものを吸収したからではないかとおっしゃっておられます。これはお父様の親友だった映画監督の田坂智孝さんが、形を取らず心を映すと書いてくださったものだそうです。田坂智孝さんは1958年石原裕次郎さん主演の日の当たる坂道でブルーリボン監督賞を受賞されたという方です。水野さんのお父様が、うちの息子が写真を撮っているからということで、田坂さんに一言何かお願いした言葉だそうです。また重森美玲さんと言われる作庭家、日本の庭園史の研究家の方と交流がありました。重森美玲さんの処女作は東福寺の庭園ですが、これは国の名勝指定となっています。水野さんは重森美玲さんのところに自由に出入りできて遊びに行っておられました。また写真家の土門健さんと交流があった美玲さんの次男さん高円さんから写真表現を教えてもらいました。水野さんは写真家として食べれない頃に、デパートのお中元やお歳暮を軽自動車やバイクで配達されていたこともあったようです。その配達で得たお金を全部フィルム代につぎ込んでいたとお聞きしました。またアンアンノンノンの雑誌に京都の写真をお貸ししたことで、講談社の旅行雑誌の仕事をたくさんされました。京都特集で京都を徹底的に撮影しただけではなく、ハワイとか韓国、ヨーロッパ、スペイン、東南アジアなどでも撮影をされたそうです。水野さんは外国を撮影すればするほど京都が一番だと感じるようになりました。水野さんがこれまでに出された写真集は200冊近くになります。京都は1200年の歴史があり、日本の文化は京都から、やはり水野さんは京都にこだわっていきたいということです。水野さんの写真は見ている人を画面の中に引き込む魅力があります。そして心がけていることは、心を込めて撮影すること。評論家に京都写真というジャンルは水野さんが確立したと太鼓判を押されておられます。今回水野さんには電話取材をお願いさせていただきました。第一人者である水野克彦さんに私の番組に出演していただけるのは大変光栄なことです。それでは水野さんの京都をテーマにした美しい写真をご覧ください。
はい、ありがとうございました。今日は京都の心象風景を撮る第一人者水野勝彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。